から我が国が必ずですね直面するのはやっぱり労働力、やっぱり人口がこう減っていくというのはどの産業でもですね直面を起こしているのではなかろうかな、私たちの産業もなくそういうふうにこうなるだろうというふうに思っています。一番難しいのはやっぱ人をどう集めてくるのか、次の企業、新しい企業価値はですね人が集う、人が自発的に集まるようなそんな会社をですね作っていくべきじゃないかというふうに思っています。100年続いていく企業にしていくためにはですね人が集うというですね新しい商業建設の企業価値をですねこれから創造をしていきたいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。それでは皆様本当に私代理で誠に僭越ではございますけれども乾杯の音頭を取らせていただきます。声高らかにですねご唱和お願い申し上げます。商栄建設様の45周年をお祝いいたしますとともに商栄建設様のますますの今後のご繁栄、そして役員社員の方々のですねますますのご活躍、並びにここにご臨席の皆様のますますのご多幸を記念申し上げまして乾杯。おめでとうございます。今日本当に心尽くしのお料理が数々並んでおります。きっと皆様方に美味しくご満足いただけることを存じます。